ナーフメガサイクロンショックを紹介します。こちら対象年齢8歳以上用の玩具となっております。使う弾はこちらのナーフメガダーツですね。こちらの9センチちょいぐらいのかなりの迫力がある弾となってます。まあ、こちらスポンジ部分で、こちらがゴムの部分っていう風になってるんですけれども、こちらの方に穴が開いてまして、こちらが笛みたいになってて、遠くに飛ばすとヒューみたいな笛みたいな音が鳴る作りになってます。ド迫力のメガダーツ6段装填リボルビングドラム搭載メガブラスター登場という風になってますね。こちらサイクロンショックの外観ですが、横が37センチ、縦が17センチくらいですね。いやーでかいですね。ナーフ用のレールはここに一つだけあります。ダットサイトつけてみました。スコープつけてみました。銃口には何もつけられません。弾の装填方法なんですけれども、こちらシリンダーが飛び出してくるとかはないので、こちらから弾を入れる感じになります。弾がでかいからもうすごい迫力ですよね。グレネードでも撃つのかよって感じですよね。あとはこのようにコッキングして撃つだけです。こちらサイクロンショックですが、連射機能はないみたいです。引き金を引きながらレバーを引きまくっても弾が出てきちゃった。なんかちょっと調子が悪くなるような感触がしたので、引き金を引きながらちょっとこうコッキングしまくるのはやらない方がいいかもしれません。ということで、メガサイクロンショックの紹介でした。やはりメガダーツを使うということで、弾自体がでかいのもあって、もう本体がすごくでかいですよね。本当に、もう、子供用なのかなって思うぐらいのでかさで。紹介し忘れてたんですけど、このハンドグリップも握りやすくて、いい感じですよね。このハンドガードがついているっていう点もすごくかっこいいと思います。もうお前ナーフだったら何でもかっこいいのかよって思うかもしれないんですけども、その通りです。でかくてごつくてかっこいい素晴らしい一丁だと思います。こう眺めてるだけでもね、所有欲が満たされるというか。メガシリーズといったらまさにこれだって感じですので、メガナーフメガシリーズの入門用としてすごくおすすめの一丁だと思います。ぜひ手に入れてこの迫力を
楽しんでいただきたいなって思います。以上です。